よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみ、めっちゃ楽しみ。1年経ったんやろ。確かに。いや、これあはるちゃんが1年ぶりとかじゃん。え、本当ですか？なんか半分とかだよ。いや、あれですよ。あー、人間試験。人間試験。人間試験。あれぶりです、あれぶりです。懐かしい。近くに早すぎるの。早いね。いや、マジで早いです。なんか来たかな。あの後、ネクステ解散されて、あ、そうだそうだ。で、ミッキーいなくなって、みたいな。夏が来て、夏もすぐ終わるから、夏終わったらもう1年終わるみたいな。そうだね。もう、だってもう今年が半年終わったんですよ、うん、6月終わったら。やばいな、あっという間で。早かったね。もういろいろあったもんね。いろいろありましたね。私そんななんか変わらないんですけど。いや、まあちゃんやんのってイメージあるけど、なんか確かに。え、見てますよ、私。じゃあ、どうだったの。見てます、見てます。26の悩みみたいなの結構あって、どっちつかずな感じなんですよね。なんか若い時は、イエーイみたいな感じの動画を出せるけど、近づいてくるわけでもないし、みたいな。なんていうんですかね。30だったら、次なんか結婚とか、まして。中途半端とか。え、そうなんですよ。で、それで、なんで来て。あ、なんか誹謗中傷のやつ。あ、そうです、そうです。それでもなんか、病んじゃって。いろいろ重なったの。いや、重なりました。吉川さん最近出してたハンチみたいな。ああ。密着みたいな。はいはい。やっぱすげえな、これって。やっぱすげえな、この人。負け物だもんね。いやでも、ヒカルさんのこと思ったら、うん、なんていうんですかね、なんかかっこよすぎて、うん、泣けてきちゃう。ちょっと待って、あんまり聞いてもらえない。親見せる。なんか、でも私のアンチとヒカルさんのアンチって、なんかもうレベルが違うんですよね。え、どういう違いなんか私がヒカルさんのチャンネルとか出たら、やっぱそのヒカルさん見てる人って、見てる視点がなんか全然違うんですよ。まあ、ちょっと大人かもな。そうですね、だから逆に言うと、いいとこもすごい見つけてくれて、うん、なんかあるちゃんってなんかこういうところ見えてるとか、うん、そんなとこも見られるのみたいな。あ、なんかめっちゃ大事じゃないですか。確かに。なんかそれでって指摘する内容とかもなんかちょっと一癖あるんですよ。ただのデュースとかバーカとか、あ、そうなんですか。その人じゃなくて、これをこうじゃないのかとか、うん、この考えはこうかなみたいな。うち、ん、ヒカルさんだったら無理みたいな。その、なんかちゃんと確信をつくというか、まあそれはね、あるよね。俺もでもそれは思うわ、めっちゃ。ですよね。めっちゃ。だから、なんか私がネクステだったら、めっちゃ支えたいと思いましたもん。もうめっちゃ支えれると思う。なんか支えてるみんなの気持ちが超わかるみたいな。自分が男だったら、一緒のメンバーだったら、なんかもう、光はすごいんだよみたいな、言ってあげたくなります。支えきれなかった人の前で言わないじゃん。それこそ言うて結構撮ってたじゃん、1週間に1回。それが一気になくなるって多分めちゃめちゃね、長く感じるよね。え、実際そのネクステ解散決めた理由とかって、ミッキーすぐ辞めたじゃないですか、その後、うん、なんかあったとかあるんですか、ミッキーが原因とか。あ、それは全くないな。結局自分勝手になったのと、最終自分を優先した結果、うん、そういう結論に至ったっていう感じで、チームのためにとかっていう綺麗事はほんまになくて、自分のために自分の人生を選んだっていうのがほんまに正直強くて、まあ結果はそっちの方が会社的にはうまくいくんやけど、まあでも結論は自分がっていうのがすごかったから、だってほんまに自分がチームでやったからチームでやったと思うし、でもそれをやるのは自分の人生を優先してしまったっていうのがでかかったから。でもあの動画もかっこよかった。泣いちゃう。なんか泣いちゃう。その決断できるのかっこよすぎる。いや、それは俺も思ったね。でもあの動画もだし、あのミッキーの動画もなんか私めっちゃるんですよ。なんかミッキー側についてるみたいな感じで見られやすいんですけど、私はそれよかったんじゃない。でもなんかミッキーやミッキーやっぱこう、まあ、俺には想像がつかへんぐらい多分落ちとったと思います、うん、今はどうかしら分からんけど、うん、その時にアールちゃんがおったのは助かったんじゃない。でも実際全然気になくて、うん、あの動画出て、動画撮ってた
みたいな、なんかそのヒカルさんにすごい最後優しく怒られた、うん、聞いてて、うん、そうなんだと思って、うん、動画出てびっくりして、うん、ヒカルさんの社長側の気持ちも分かるじゃないですか、はいはい、そのなんか、だから、うん、いやマジであれで世間が賑わったというか、うん、なんかヒカル派なのか、うん、なんかミッキーかわいそうだとかになって、うん、マジどっちの気持ちも超分かると思って、うん、思わずさ、かわいそうなことにならないと、もう先に住めないような世界の気がしとって、うんうんうん、ある程度、うんうん、だから、ほんまに綺麗だけじゃ出てへん気がしとって、こういうインフルエンサーの世界って、だからミッキーがここで立ち上がるか上がらへんかは、ミッキー次第でしかないと思って、優しい世界ではないから、うん、結局、だからミッキーがこの世界に見たら、多分また立ち上がって復活するやろうなと思うし、うんうん、それはそれは楽しいな感じだよね、俺は。まあ、才能あるやん、あいつって。そうですよね、うん、だから、その才能を生かすか生かせんかったりとかあるし。今は連絡取ってますか？取ってない。あれから取ってないの？かもしれない。あの動画を出してから、まあ、ちょっと世間が賑わったというか、いろいろ言われたわけじゃないですか。それはどう思います？言われて分かっとったから、いろんな意見来ると思ったけど、別に俺とミッキーが分かっとけばそれでいいけど、俺は当事者の問題だと思うから、うん、それも俺も近くで見てたけど、ヒカルはミッキー派みたいなじゃん。でもなんか2人だから解決してるから、俺は見ててね。だからやっぱそれ外の人言うだけじゃん。なんでそんなことなってんのかなっていうのをちょっと感じたよね。もう終わってる話だから出してるんだけど、そうリアルタイムでなんか出ますよね、あれって言われますよね。そもそもなんか何も思わなかったんですか？ミッキーやめる、やめたらどうするんだろう。心配はちょっとしたけど、ずっと見てたわけじゃないですか、ヒカル自分でしょ。でも、その旗から見ててもちょっと落ち込んでるなってすごい感じたから。でも、ネクストエントリーからそうだよ。ネクストエントリーっていうか、やっぱ落ち込みやすいけど、こう、まあ、メンタルが、こうね、不安定はある人なのかなっていうのを見てたから、大丈夫かなっていうのを感じたけど、でもやっぱ、結局ミッキーも、その、ほら、ネクスト解散だった時に、いや、間違いない。ミッキーもさ、俺もさ、ネクストファンでもあるけど、その前に、正直ヒカルファンでもある。うん、で、一ヒカルファンとしたら、絶対そっちの方がいいよねっていうのがまとまったの。そうし、見たいし、それをっていうのはみんな納得してたから、うん、そこは大丈夫だと思ったけど、ミッキーが一人でじゃあ立ち上がれるのかとかすごい不安だったから。でもそこってめっちゃ難しくて、なんかもう一人で立ち上がれへんかったら一生は先ないから、そうやってさ助けれへんと思って、うん、他も気軽に助けれないんですよ、うん、責任を生じるから、うん、一回助けちゃうと一生助けないといけないから、ヒカルさんって超優しいからめっちゃ助けません？めっちゃ助けで最後もう違うよって感じだったのかなと思ってて、なんか実際その志村さんいた時ってどんな感じだったんですか？急にその辞めるってなったのか。あーでもなんか前兆あったよ、なんかミッキー自身がこう雇われることに向いてないっていう前兆あって、それは俺ら全員メンバー感じ取って何度も話した結果、ミッキーは多分属するってことに向いてないから、俺は正直ソロでやった方がいいと思うって。だからミッキーが復活するなりなんかソロでやった方が多分稼げると思うし、ミッキー自身はストレスなくやれると思うって言ったけど、ミッキーが将来を考えたら、うん、自分一人やっていくのは未来10年間やれるとかっていう不安とか、今だけ見たら私やれるけど、みたいな、そのどっちもあったわけです、うん、でそこでやっぱこう揺れ取ったっていうのがあって、多分どっちつかずの感じが結構続いたわけです。ミッキーはやっぱこう今はもちろん若いからいいかもしれないけど、じゃあ10年後今と同じ感じでやれるのかっていう不安もあるんだ、うん、ああそうですよね。そうだから裏方になろうかみたいな結構あったやつ、うんうん、裏方にしては花がありすぎるしね、うん、それが難しくて、うん、だから今はまだ定まってないかもしれない。だから難しいね、うん、YouTuber むずいですよね。そもそも続けてるのマジで、あ僕はゾンビなんで別に僕はミッキーと違うのは、やっぱその10年後で別にお金稼いだら続けようって思ってるから、うん、そこはちょっと違うかもしれない。まっとうに勢いで気持ちはもう捨てたから、結婚とか考えたい。そうあ、まあ、したいけど、まあ、優先人物断然 YouTube、 YouTube 一番とにかくやれればいい。やりたい、うん、それは楽しい。それはいいな、うん、そうでも男性で残ってくって超むずくないですか？いや大事にそれ思うよ、まあ、女性も思うけどね、最近いっぱい出てきてるじゃないですか。そうですよ。でもなんか女性ってなんかちょっと支持されやすさはあるじゃないですか。なんかその人生ストーリー的に、うん、遊びとか男の話があって、うん、また次になんか結婚出産モードなのかみたいな、うん、でも男性ってなんか男性の方もつきづらいし、なんか女性がつけるにはアイドルチックなことしたりとか、うん、でも結婚したら女性は離れちゃうかもしれないし、うん、確かにね、むずくないですか？男性のしかもソロが超むずいな。ソロはマジやばい、おいだなんて知るもん世界で。いや本当にそうだけどね、男性のソロは要は芸能人とか増えてる、あー、ね、だからそのレベルだと
ソロで素人からのスタートっていうので、うん、ソロで一人人って見たことないな、ないですよね、最近全然ちょっとむずすぎるんだろうな、むずいと思う。なんか今 YouTube ちょっとなんか変わりましたよね、先生とかでめっちゃむずい、やっぱ全然この3ヶ月でもまた変わりますよ、めっちゃ変わった、変わりますよね、ゲロ吐きそうだもん、なんか今どういう系動画出してます？なんか意識してることあります？そもそもいいもんじゃない、いや本当に、いやただそれでもやっぱ企画外れるとやっぱ一気に下がるとか、でもこの前上げた動画全然伸びなくて、顧客回復ってさ企画としても弱くないじゃん、なんでかなと思ったらやっぱ6月の23日で休養日、しかも金曜日で、ってなった時に他の YouTuber 見たらみんなやっぱ低くて、あ、そうそう、だからこういう日にちとかも、そういうのっていうのとかもあったりとか、そんな細かいじゃん、めっちゃコロナが結構終わって、みんなが日常で楽しさがあるから、逆に YouTube あんま見なくなったのかなと思ったり、そうだね、そうだね、なんかもう見るものが結構決まってきてるのかなと思って、まあ、間違いない、なんかむず、うん、めっちゃむずい、むずいし、企画もむずいし、企画むずい、だからなんか本当にこう光るとかって、もちろん曲も大事だけど、光って人でファン作れる、うん、こういう人ばっか残っていくと思う、あー、そこがさ、うん、大事、人が、うん、完全にシフトしたもん、トークメインっていうか、トークが内容動画出さないというか、うん、正直光るさんの個人超好き、さっきさん、あんだけデクスの話してたのに、いや、でもやっぱ光るさん見たいってなるから、それはやっぱ光るさんのチャンネルだから、光るさんがトーク切れてて、なんかその決意を決めた感じがしたんですね、良くなったじゃん、もう結局やめて正解だったけど、じゃああれじゃネクストで通常バスタブやるんだっつって、あれ落ちた時かな、地獄やん、それって普通の人できないやん、でもうちひかるさん分かってると思う、自分が絶対に最後出てそのトークをしたら伸びることを分かってたと思う、まあそうだね、でなんかうちは面白い、勝手に、いや分かってたとしても怖いって、あれあんなよく言えるなと思ったもん、あれやっぱあんな堂々とやっぱリスクあるやん、まあ、そう思った時めちゃくちゃ怖いと出てましたねいや、でも結果じゃん、まあ結果ね、だから心配すんな、すべてうまくいく、マジで心配すんな、すべてうまくいく、間違いにね、久々にやっぱなんか面白いね、やっぱね今 YouTuber あんまコラボしなくないですよね、うん、あんま結構しかしない、自分のチャンネルだけで結構みんな、うん、確かに確かに、あの機会はないよ、うん、でもそもそもなんか出てもさ、この世になるじゃなくて、あ、出すんじゃん、この世はラマさんだもんねデスナイルさせたらよかったっすね、ありがとうございます、デスナイルはもともとヒカルがやったらいいじゃんって言ってて、あんなにそんなありがとうございます、デスナイルはマジでいつもすごくないですか、いやもう本当ありがたいことにね、トーク最強、いややっぱでももう俺もこれも勝俣さんとコラボさせてもらった時にレベルが高すぎてこのままじゃヤバいと思って、へぇー、ね、やっぱほんまのプロの世界に行くと世の中の感じで本当ヤバいと思います、でもすごいっていう、俺はもう震えたもん、だから俺そこから結構病んで、その後カジサクさんのレースになるとかやった時もちょっと病んじゃって、で、いろんな感じで西野さんとコラボさせてもらって一つは乗り越えられるなっていう、だからそれはうまくいくと思う、あれはマジレベルアップしたの、うん、俺のその前回撮影の時と今が違いすぎて、いつもヒカルの吸収力の速さがヤバい、俺が気づいたのはヒカルは人の話をそんなに聞くタイプじゃなかった、自分でガン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 行くんだけど、今のヒカルめっちゃ聞くんだって、リアクションをして、でしかも動画ちゃんと楽しめてる、うん、なんか俺それがすごい大事なのかな、え、前違いました、前はやっぱ光売り出し中の時はやっぱ自分が俺仲間売り出し光売り出し中の時やっぱ光売り出し中の時はやっぱ力やねって出さないといけない、今余裕があるから一回相手を受け止められるから、それはトークにおいてでも人の話を聞くってこれめっちゃ重要だなと思って、余裕あるか、そうそう、それがトーク生きてるっていうのがすごく感じて、めっちゃ見直した、勝俣さんと行くといろんな人も、でもそれはやっぱ上手い人で行くのがほんと上手くてめっちゃ早く徹したなっていうので、まあ、だからマジで優しい、何がすごいかって光ってさ、動画でさ
してるわけじゃないんだよ。すごいこう喋って自分のトークで有名な人かと思ったんだけど、そうじゃなくて引き出すことで人いい気持ちにさせるというか、その天才なんだよみたいな、知ってるみたいなことを噂で聞いたんですよ。いや最近なんか分からんけど、光の好感度というか、なんか株が上がっとる感じがするわけ。いや、いつも上がってますよね。なんか急激に変わったなっていう感じが、なんかまた違う、格が上がったみたいな感じ。それを感じる、イメージがなんか世間のイメージが変わったなっていう。だってヒコロヒー死にね、下げようとしてるのに好感度で頑張ってたんだよ。ずっと確かにめちゃめちゃずっと確かに、ずっと確かに下がってもいいけど言うけど、でも逆にそれが下がらないっていう、すごいちょっと現象が起きるんだよ。ミッキーが例えば戻ってきたらどう思いますか？あー、でも俺は継続できることやってほしいけどな。あー、なんかこう結局やっぱみんな続かへんから、やっても結局意味がないしっていう、うん、ミッキーが続けることやった方がいいんだよなと思ってる。マジ人として応援してる感じですよね。1年2年続けることをやるっていうのは実は一番大変で一番大事というか、うん、ファンがやっぱしんどいやん、うん、結局振り回されるのが、うん、ファンのためにやっぱこう続くことをやった方がいい、うんうん、めっちゃいいよ。俺のメモにも書いてあるんですけど、やっぱヒカルは炎上した時とかもまず誰に向けて何を撮るかっていうと、やっぱファンとして向けて動画撮るって言ってました。そういうそこはすごい響いた。ファンの人に向けて、そうです。だから要は炎上とかした時っていろんな女子とかコメント来るじゃないですか、うん、でもじゃあ誰に向けて動画撮るべきかって言うと、やっぱ今までファンの人だし、これから応援してくれるファンの人に向けてやるのが大事だよねっていうのは、うん、なんか僕の中で残ってますね。でもそれはミッキーにも言えると思って、やっぱミッキーって、うん、これがもうね、もっとわがままになってほしいですよ、ミッキー、うん、自信がないからちょっとブレブレになっちゃったりとかするんですけど、うん、もっとわがままでいいし、すごい才能あるのに、だからもう独裁者みたいになってほしいです、ミッキー。おー、うん、人の目気にしないでさ、もう自分の思い通りやって、うん、それでダメでもいいっていうマインドでなんかやったら絶対いいのになって思う、うんうん、結構やっぱ気にしちゃうから、うん、周りの目とか、だからそのファンの人だけ向けて、あとは自分のやりたいようにやってほしいなってすごい思う。じゃあ表に戻ってきたらコラボとかしますか？いやもう俺はもう絶対戻ろうみたいな。ヒカルさんはどうですか？内容次第では絡みたいなって感じだった、うん、なんか何で絡むかって感じだった。中途半端に絡むのが微妙だった。絡むなら絡むから見たいけどね、1本目どんな動画撮るのかっていうね。確かに世間的には離れて、私もその動画でしか見てないから、ヒカルさんどう思ってるんだろうみたいな、もう本当に NG なのかなとか、やっぱ思っちゃって、だからなんか今日とか私逆に私のことなんか思ってないかなみたいな。逆にね。そう世間ってそんな見方してます。あんだ気まずかったりするのかな。実は撮ってたんですよ。隠し撮りしてたんですよ。え、もう打ち合わせの時からしてました。めっちゃ長かった。途中でカメラポロロって言ったから、あ、言ったんや。ちょっと一回なんか撮ってるって言っちゃって、だって打ち合わせから撮ったらさ、落ちるでしょ。結構打ち合わせちゃんと長かったから、ミッキーの本音聞きたくて。だからミッキーのこと聞いてたんだよ。俺まだミッキーのこと好きなんかなめっちゃ行くからね。確かに。おそうそう、だからやっぱ理由ならばヒカル忙しいじゃん、うん、その間に全ての記憶リセットされるからミッキー忘れられたくないんだったらミッキー早めに戻ってきた方がいい。早めに戻ってきた方がいい。確かに結構経ってます。そうです、そうです。この話から結構経ってますわ、うん、そうだ。聞けてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。これか、これか。